2022年2月24日に始まったロシア軍によるウクライナ侵略は、間もなく半年になろうとしているね。あっという間だったね。当初はすぐに決着がつくものだと思っていたよ。だが実際、7月から8月にかけてはロシア軍の動きが停滞し、アメリカや北大西洋条約機構NATO諸国からの兵器供与の支援を受けているウクライナ軍が少しずつ押し返る動きを見せているぜ。そうだね。さて今回はロシアが支配するクリミア半島でロシア軍施設での爆発が相次ぐことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。これまで、侵攻開始当初ではロシア軍がウクライナ北部、東部、南部の3方向から一気に侵攻して、北部では首都キーウが包囲されて陥落の危機にさらされ、東部ではドンバス地方での支配地域を広げてウクライナ第二の都市ハルキウに迫り、南部においてはザポリージャ州とヘルソン州の大部分を制圧してムイコラーイウに迫っていたんだ。しかし、各地でウクライナ軍のドローンなどを駆使した抵抗に苦しみ、戦力で大きく勝る状況に油断をしたのかウクライナ軍施設への事前破壊攻撃が不十分で、軍内部の指揮統率の不徹底などもあり、特に北部では兵員や戦車などの装甲車両に大きな損害を出して、キーウ周辺から撤退することになったよ。その後、新ロシア住民が多く、ウクライナに帰属することを良しとしない武装勢力が存在する東部ドンバス2州の解放を目指すとして、東部戦線に戦力を集中させ、ルハンシク州のほとんどとドネツク州の半分ほどを支配下に置いたものの、進撃速度は日に日に低下して膠着状態に陥り、南部ではヘルソン州の州都ヘルソン市奪還を目指すウクライナ軍が少しずつ前進していたんだ。ヘルソン州は東北から南西にかけて大河であるドニプロ川ドニエプロ川が流れているんだけど、そのドニエプ川に架かる橋はわずかに3本しかなく、一つはヘルソン市近くのアントニフスキー橋、そしてその上流 10km ほどにある鉄道専用の鉄橋、3本目はさらに上流 50km ほどのノーバカホフカにある水力発電所の取水のために作られたダム上に架けられた橋となっているよ。ウクライナ軍は、アメリカから供与されたジーマース誘導型多連装ロケット発射システムグーディドマルティプルローンチロケットシステムである、高機動ロケット砲システムハイマースから、射程70から 90km とされる GPS 誘導ロケット弾 M31H などを、ロシア軍の 152mm 榴弾砲弾やロケット砲弾が届かない後方からそれぞれの橋に向けて発射し、3つの橋すべてにおいて周囲に大きな被害を与えることなく通行不能にしたんだよね。これによって、侵略開始時からドニプロ川の東岸に溶かしてヘルソン市を本拠に、さらに西にあるムイコラーイウからオデーサの攻略を目指していて、ヘルソン州に展開しているロシア軍部隊の補給路を断つことに成功し、ドニプロ川以東のロシア軍部隊は苦境に立たされていると見られているよ。ただ、ウクライナ軍は3本の橋を完全には破壊しておらず、ピンポイントにロケット弾を撃ち込み、策略の量を調節したかあるいは抜いたかなどにより、大きな爆発を起こさないように加減しつつ路面にダイ穴を開けて、戦車などの重量のある大型車両だけを通行できないようにしているぜ。このためにロシア軍には最低限の食料などの補給はなされているものと見られているほか、兵員の通行は可能であるんだけど、先日、ヘルソン市に設置されていたこの方面の部隊を統括する司令部が、西岸に展開している部隊を見捨てて東岸に待機し、隣のザポリージャ州のメリトポリまで退却したとの情報があり、西岸に展開しているロシア軍は孤立状態にあると見られているね。そのような状況下で8月9日以来、クリミア半島のロシア軍施設で次々に爆発が発生していて、ウクライナ軍の関与が疑われているってわけ。これら一連の爆発に関しては、ウクライナ政府や軍から公然と自分が攻撃したとの発表などはないんだけど、西側諸国での大方の見方は何らかの形でウクライナ軍が絡んでいるとして、ウクライナ軍がクリミア半島のロシアの軍事基地などに攻撃を仕掛けていることが、ロシア軍に心理的実務的な影響を与えているとの指摘が上がっているよ。8月9日にクリミア半島西部にある海軍航空隊の先航空基地で起きた爆発では、飛行場に置かれていたロシア海軍の黒海艦隊が保有する戦闘機の多くが破壊されたみたい。旧ソ連時代から強力な艦隊として長い歴史を持つ黒海艦隊だけど、2月のウクライナへの侵略開始以来、ウクライナ軍の攻撃による屈辱的な被害が発生しており、4月には黒海艦隊機関のスラバ級ミサイル巡洋艦モスクワが大破炎上したとの情報が伝わり、ロシア国防省は当初、機関モスクワに積載していた弾薬が、艦内で発生した原因不明の火災で誘爆したとして、セバストポリ軍港まで曳航されている途中に転覆して沈没したと発表していたんだ。しかし、黒海艦隊機関モスクワはウクライナ軍の地対艦ミサイルネプチューンによって沈没させられていたってわけだな。乗員510人の、このロシア海軍の虎のことも言うべき重武装のミサイル巡洋艦は、
侵略開始から黒海において海側からの攻撃と、黒海艦隊の防空を担っていたんだけど、その沈没は象徴的としても軍事的にもロシアにとっては大きな打撃となり、その後も大型揚陸艦をネプチューンやドローンなどによる攻撃による損失が続き、防戦態勢を余儀なくされていると見られていたんだ。さらに6月には、2月の侵攻開始日に占領した黒海のズミイヌイ島英語名ではスネーク島がウクライナ軍に集中爆撃され、上陸していたロシア軍守備隊と周辺に展開していた黒海艦隊は撤退を余儀なくされているね。そしてここに来て、ロシアが2014年に一方的に併合したクリミア半島において、黒海艦隊が拠点としてきたクリミア西岸セバストポリ軍港の周辺がウクライナ軍の攻撃にさらされ、セバストポリの北にある先海軍航空待機地への爆撃では、少なくとも戦闘機8機が破壊されたみたい。ウクライナ侵攻開始後は、クリミア半島にほとんど戦火は及んでおらず、先基地近くには有名なリゾートビーチがあり、ロシア人がクリミア半島の東端とロシア本土をつなぐクリミア大橋を渡ってバカンスのために訪れていたんだ。先海軍航空待機地での爆発の様子は、それら多くのロシア人観光客がスマホなどで撮影して、SNS などにアップされ世界に広まっていったみたいだね。そして、身近な場所に大きな爆発が起こり、恐ろしいキノコ雲が上がったのを見たロシア人観光客たちは、ロシアの領土であると信じ、安心安全だと信じていたクリミア半島が戦場となり得ることを認識して、一目散にロシア本土に帰ろうとして、半島からロシアへ続く道路がクリミア大橋ネックとなって大渋滞している様子が撮影された画像が広まっているよ。通信アプリのテレグラム上では、この爆発によってロシア軍人が24人死亡したとの説が流れているほか、ウクライナ側からは12日にゲラシチェンコ内相顧問が、西側の衛星画像や自国の情報データに基づいた分析結果として、この爆発によって先海軍航空隊基地のパイロットと技術者など60人が死亡し、100人が負傷したとしているんだ。また、8月16日にもクリミア北東部ジェンコイ地区の弾薬庫で爆発が相次いだほか、18日にもセバストポリ軍港の北にあるベルベク基地付近で4回の爆発音があり、飛翔してきたロケット弾が映されているとされる映像が、ウクライナのマスコミのニュースサイトに投稿されたと報じられているよ。これら、クリミア半島のロシア軍施設での爆発を当初事故として発表していたロシアであるが、頻繁に発生する爆発と攻撃があったことが示唆される画像が SNS やインターネット上で多数公開されていることを受けて、隠しきれないとして関連したと思える行動を見せているぜ。ウクライナ国防省情報総局が2022年8月17日に SNS に投稿したコメントによると、クリミア半島の航空基地からは、航空機がロシア本土に移動する動きを見せていて、少なくとも戦闘機24機、ヘリコプター14機などがクリミア半島の東にあるケルチ海峡を渡ってロシア本土に移動したとしているよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。